こんにちは、プロトリフチャンネルです。皆さん、これ何の花か知ってます？これ綿の花、こう面白いハイビスカスに似たような、オクラに似たような感じの花が咲きます。最初はクリーム色なんですけど、1日2日経つとこのようにピンク色に変化してくるというのが綿の花の特徴でもあります。そして花が落ちるとこのように実になってということです。もっともっとこの実大きく膨らんできて、あと1月2月経つとパンと割れると、その中に綿が入っているという、とてもユニークな植物です。古い昔にはここから綿を取ったということも文献等を見ると載ってます。ただ今でもこれから取ってる方も結構いますけどね。お日様大好きな植物ですから、よく日当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は水溶性の肥料を生育期間中月に3回やってやると、どんどんと伸びていって花を咲かせ実を結びます。基本的には一年草ですから、花が咲いて終わったらそれで終わりということですが、その後にできる綿を使っていろいろなものを作ってみるのも面白いかと思います。